世界ミステリーチャンネルへようこそ。ということでですね、今回はロズウェル事件の真相と題してお話をしていこうと思います。皆さんは UFO や宇宙人とか信じてますか？まあ自分も UFO や宇宙人とか信じてるタイプなんですが、その中にはフェイク動画とか勘違いなんていうものも含まれていると思います。そんな UFO 事件の中でも特に有名なものがロズウェル事件ではないでしょうか。多分そこまで詳しくない人でもロズウェルという名前だけは聞いたことがあるかもしれません。まあ今でも話題に上る事件ではありますが、今回はこのロズウェル事件とは一体何だったのかということをお話ししていこうと思います。それでは早速本編をご覧になってください。どうぞ。1947年6月24日、アメリカの実業家ケネス・アーノルドがワシントン州の山麓の上空に高速で動く物体を目撃した事件。これがケネス・アーノルド事件と呼ばれるもので、この事件によって空飛ぶ円盤という言葉もでき、UFO ブームを生み出すきっかけになった出来事です。同年の翌月7月、またしても UFO 関連の事件が発生しました。ネバダ州ロズウェル近郊の牧場に UFO が墜落した事件。こちらがロズウェル事件です。この牧場を管理していたウィリアム・マック・ブレイゼルは墜落した UFO の残骸を発見して保安官に通報。そして保安官から軍部に連絡が行くと、すぐさま残骸は回収されたんですね。その後軍部は円盤の回収に成功という公式のプレスリリースを配信。この報告が世界中に広がり、人々は UFO のニュースに湧き上がりました。しかし、軍部はこのプレスリリースをすぐに撤回し、円盤と報道したものは気象観測用の気球だったと訂正。事件直後には笑い話となって、そのままこの事件の記憶は人々から薄れていったわけです。しかし、1970年代後半になり、アメリカの物理学者で UFO 研究家でもあるスタントン・フリードマンが再びこの事件を掘り起こしました。彼は事件の関係者や家族などを探し出し、インタビューを行っていった結果、ロズウェル事件は軍部によって隠蔽されたとの結論に達したんです。ここでの証言は、軍は UFO の残骸と宇宙人を回収したというものが多かったといい、この存在を隠し裏で研究を続けているとも言われました。まあ、要は軍部が情報統制をしたために、政府を信じる人は UFO の存在も信じていないけれども、本当は UFO の墜落事故は発生していたというわけですね。ざっとロズウェル事件の概要をお話ししましたが、この事件はエイリアンインタビューという書籍も出ていますし、 UFO の事件としてはとても注目度の高いものですよね。それではここからロズウェル事件というものを正確な時系列でお話ししていこうと思います。まずそもそもなんですが、ブレイゼルが残骸を発見したのは7月ではなく6月14日のことです。この日付に関しては議論もあるんですが、6月中であることには間違いはありません。つまりケネス・アーノルド事件より前のことというわけですね。まあ、ちなみになんですが、発見場所の牧場もロズウェルから100キロ以上離れていて、どちらかといえば場所はコロナなんですが、ロズウェル陸軍飛行場が深く関係したためにロズウェル事件と呼ばれています。さて、何かの残骸を発見したブレイゼルでしたが、当初はその残骸を放置したままで、7月に入ってから回収を行いました。これが7月4日のことです。この時点ではおそらく農場に散らばったゴミを拾った感覚だったと思います。翌日5日、ブレイゼルは初めてケネス・アーノルド事件の円盤のニュースを聞き、さらに残骸の回収を行いました。この時点では円盤ブームも起きていて、懸賞金もかけられていたほどだったというので、ここで残骸が UFO だったかもしれないと認識したわけですね。そして7月7日に保安官に報告し、そこからロズウェル陸軍飛行場に連絡が行くと、軍部が回収に出動したという流れになります。この軍部から出動したのはジェシー・マーセル少佐という人物で、現場に到着すると残骸を受け取り、ブレイゼルと共に残りの残骸も回収しました。そして基地に戻り、翌日公式プレスリリースが行われ、地元紙だけではなく全米、世界へとニュースが広まったわけです。その後残骸を調べた結果、
気象観測用気球ということが分かり、7月9日には UFO ではなかった説明が報道され、気球だったということで決着がついたんです。さて、ロズウェル事件の時系列を紹介したんですが、落ちていた残骸は観測気球だったのか、それとも本当に UFO だったのでしょうか。この残骸は当時の新聞にも写真が掲載されていて、アルミホイル、紙、テープ、木材、ゴム片だったことが分かっています。これは気象観測用気球が落ちた場合に残るものと一致しているんですね。当時の観測用の気球というのは、ゴムの気球に無線機付きの気象観測機器、ラジオゾンテをぶら下げたものと、ゴムの気球にレーダー反射板をぶら下げたものが一般的でした。ロズウェル事件の残骸から考えてみると、レーダー反射板をぶら下げたタイプと一致するわけですね。しかし、残骸が気象観測用気球だとする場合、落ちていた残骸の量が多すぎるのではないかという問題も出てきました。ここからアメリカ軍の極秘プロジェクトで使われていた気球ではないかという説が浮上したんですね。それがモーガル気球というもので、成層圏と対流圏の間の大気層まで上昇し、そこで留まれるように設計されたものなんです。これは地球上で起きた爆発音を感知する機能があったんですが、ソ連が核実験を行っているかどうか判断しようとしていたわけです。時代はちょうど核開発競争が始まる頃。ここから考えればモーガル気球だった可能性は大きくなります。ただし、モーガル気球だったのか気象観測用の気球だったのか、どちらであったのかということは今も結論が出ていません。しかし、落ちていた残骸の素材から考えれば、いずれにせよ UFO であった可能性は低いと言えるわけです。事件の起こった1940年代に一度鎮火したロズウェル事件ですが、現在まで有名になっているのは1970年代後半になって再び事件が取り上げられたためでした。この頃はマーセル少佐をはじめとしていろんな人物の証言が出てくることになったんですね。これが1980年代後半から1990年代になると、ロズウェル事件は異星人が乗った UFO の墜落事故となりました。ここから宇宙人の解剖フィルムというものも登場しています。さらに、軍が秘密を隠蔽しているといった話題が上がりました。まあ、こうしたものは全て様々な人の証言によるところなんですね。しかし、証言が出始めたのは事件が起こってから30年も経過していた上、証言者が話すことも自分が見たものではなく、誰かに聞いたものが多く、とても証言と言えるようなものではなかったわけです。さらに UFO 研究家などは、墜落したのは UFO だという意見を支持しているわけですが、この研究家の間でも事件の詳細は相違が出ているんですね。これは研究家がどの証言者の話を信用するかによって異なってしまっているということです。要は、自分が気に入った証言を採用して、そこから事件を組み立ててしまっていたんですね。まあ、そうは言いましても、今回話した観測用気球説も完璧なものではありません。こちらも UFO だとする説同様、長い年月が経った話のために手放しで信じてしまうのは早計です。まあ、まとめてみますと、ロズウェル事件の真相は当時の報道通り、気象観測用気球の可能性が極めて高いといったものであると言えるでしょう。いかがでしたでしょうか。今回は最も有名な UFO 事件、ロズウェル事件を紹介したんですが、どんな感想をお持ちになりましたでしょうか。まあ、個人的にはなんですが、そもそも UFO だったらアルミホイルとか木片だとかゴムとか、そんなしょぼい素材でできていないだろうの一言で事件が解決してしまう気がします。そして、この事件の一番最初の報道で空飛ぶ円盤というものが出たんですが、この言葉自体が UFO を指しているのではなく、正体不明の何かという意味だけだったという話もあるんですね。初動で真相がはっきり分かっていることでも、年数が経てば伝説化する。ロズウェル事件というのは神話が出来上がるような経緯で出来上がった出来事なのかもしれませんね。また、最近では中国の観測気球が話題に上りましたが、やっていることは1940年代とあまり変わらないのかなといった感じでしょうか。
というわけで、今回の動画も面白いと思いましたら、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。またチャンネル登録、通知登録もしていただけると嬉しいです。それでは今回の動画はこの辺で。最後までご視聴いただきありがとうございました。